どうもこんにちは、黒ネタです。今回もアームズ面々でランクマッチ行ってみたいと思います。さあ、いきなり相手はランク20のツインテーラー。すげえ構成だな。これでいきますか。アームズ、わっと、ね、何その組み合わせ。ファランクスと重量系アームって、よしよしよし、ここは強いよね。あ、掴み来ると思ったんだけど来なかったか。くっ、あぶね。あー、やっぱそこ普通にガードされんだな。あ、違う違う違う、そうじゃない。あ、うまい。ほっ、どうだ、よしよし、今のうちにチャージ。わあ、うわうわ、あ、今の掴み食らうのかい。あ、わなあ、今のガードはちょっと安易だったかな。よし、オッケー。やべ、連続で掴み食らうとちょっと心が折れそうだ。いけるか、よし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 、まあまあまあいいダメージ。いいよいいよいいよ。あ、さすがにか。あ、違う違う違う、うーん、おっと、いい、おや、強い。くぅ、あ、あぶね。あ、お待って、お待ちになって。うわ、よしよしよし、あ、バーチカルありがて。ほっ、よし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 、オッケー。これはよし、ランク20の人に1セット取れた。いやー、いいね。ただあれだな、結構アップデートで弱体化したキックバック、人気なくなったのかね。ちょっとファランクスのタイミングが難しいな。とりあえずもう一回行きましょう。うわ、アームズ、あぶね。あー、掴み来ると思った。ほんと、イルイルとゲルゲルの掴みって分かりづらいんだよな。うわうわ、今の、今のからいけるのか。ファイティング、やめて。あ、ちゃいちゃいちゃい、くっ、うわっ、くっ、嫌なタイミング出してくるね。あ、あれ、うそうそうそ、今のやっちまったな。ほっ、あ、あ、クランか。あぶね。あっち、いてててて。うわ、マジ、うわ、うまい。待って、待って、うわ、耐えれる、耐えたけど、耐えたけど、これ。あ、つかみこねんかい。うわ、うわー、そこバウンドするのか。いや、やっちまったな、ラッシュミスったし。やっぱいるいる厄介だな。ただロースターにしてもどうしようもねえから、もう一回いきましょう。アームズ、うわ、遠い。来るの分かってたからびっくりしちゃうな。あ、ちゃう、あ、うわ、うまい。そうか、あ、ちゃう、くぅ、嫌なとこに来るな。待って、よしよしよし、今のはきついでしょう、ね、今の食らってくんないともう勝ち目がない。ほっ、あー、そこ、くー、そこ、うえ、今のかするだけか。おうえ、つかめの範囲広くない。ファランクスのおかげなのかね。あ、うわー、うまい。そのゆっくり来るのやめてくれ。あ、ちゃ、ちょっとガードがしっかりできてねえから。あ、あ、うわうわ、今の当たんのか。あ、いて、え、嘘、待って、負けたくない、さすがにね、俺負けたくない。ここまで来たら、よいしょ、か、いや、時間がねえな。勝負に出たいとこだが、あ、今の食らわないんだな。危ね、
やー、相手さんうまいわ。あの変則的な動きはきついな。さあ、お次の相手はローラポップ。またランク20。あー、どうしましょうか。ポップスター持ってたけど、ここは左ロースターでいいんじゃねえかな。アムズ、よしよしよし。あ、今、攻撃に合わせて、やったつもりが。よしよしよし。こういうとこ強えわな。あ、変なこと言っちゃった。あ、うまい。あ、うまいな。よし。あ、かわすか。あ、うと、待って待って待って、 お待ちになって。あー、しまったー。あ、ちょ、待って、ちょい。あ、やっぱうかつにチャージできねえな。よしよしよし。いけるか。うわー、ガードすんの。今のタイミングガードすんのか。あ、うわ、うお、今の食らうのがいい。くっ、あ、うわ、うめ。あ、待って、うわ、うわ、壁属性からのコンボか。それは強えわ。あれ、今回一勝もできないんじゃねえか。強いな。いやー、もう一回行こう。アームズ、うわうわ、それ強い。よしよし。やっぱ軽量級は硫化したグローブとかじゃないとかわしいっす。落としづらいのかな。よしよしよし。せめて1セットは取りてえな。くっ、避けるね。あ、うまいな。いや、でも強いとの戦いはやっぱり面白いな。おっと、おっと、これ掴みか。よしよしよし。あー、チャージができ。よし。あっ、うわっ、あー、確実に潰してくんのね。よしよしよし。よし、とりあえず遠くに行ってくれ。よし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 。うわったー、うまい。やっ、あんた、待って、1セットは取りたいよ。1セットは取りたい。壊せるか。あ、おおお、あ、勝てた。あー、でもなんか微妙なヒットだったな。いやー、とりあえず1セット取りたいけど使っちゃったけどな。これどうなんでしょうか。アムズ、ウェーグローブ持ってきたか。はっ、うわった、いてててててて。やっぱラッシュ使うタイミングがうまいな。よし、そこかわすのか。あっ、あー、うまい。くっ、もう先読み合戦だな。あっ、上、あー、向こうの方が強い。普通に強い。あ、待って、それやめて。すげえ近づいてくんじゃん。チャージができんのつらいな。当たらねえな。これわざとやってるわけじゃないからね。当てたいんだよ俺だって。うわっ、ちょ、よくこのラッシュの中つかめをやってくるわな。うわっ、ついお互い。
よしよしよし、そこ、ああ壁、うん、あ、ダメか、あ、待って、あ、ガッ、あー、うまいわ、いやー、やはりまだまだ練習が足らねえなー。いやー、対戦ありがとうございました。いやー、お強い。さあ、本日最後の相手はスプリングマン。わー、嫌いなアーム持ってますね。帰ってほしいな。どうすかな、あのアーム相手でバーチカルはきついか。ブーメランで行きましょうか。アーム、さあ、最後ぐらいは勝って、ワッチ勝って終わりにしたいところなんだが、すげえ遠くにいるね。いやー、まだランク20の人には1セット取るのがやっとか。よしよしよし、おっと、あっ、よしよしよし、いいよ、くっ、危ねえ、あそこ、やはりまだまだロースターの練習が足らねえかな。よし、飛んでください、そこ、よしよしよし、だこの距離はきつい、あっと、あっつ、うわ、オッケー、あー、そこで当てて、こう、うわ、当てることができねえんだな。いや、でもこのステージはやはり局者が強い気がするね。どうすかな、結構ブーメラン刺さったからもう一回いきましょう。あっ、アームズ、よしよしよし、結構ブーメランって軽量級落としやすいところが多いから好きなんだよね。結構局者は最近なんかオロチを使ってる人多く見るんだけど、俺は打つ俺はこっちが好きなんだけどな。よし、今の当たるからね。よし、いや強いよな。相手に使われて結構厄介なことも多いけど、使うと本当にその強さが分かるわ。あ、待って、それは、あ、あっと、マジか、ちょっと遅かったかな。おっ、よしよしよし、なんか今すごい当たり方したな。車に当たって方向変わった、そんな当て方あんのか。よしよしよし、いけるか、オッケー。はい、というわけで今回ここまで。ぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。